なるほど。お部屋の中でお待ちいただきますようお願いいたします。皆様に繰り返しお知らせいたします。これより皆様のお食事をお配りいたします。皆様に繰り返しお知らせいたします。大変お待たせいたしました。ただいま皆様のお部屋の前にございますランゲージラックにお食事をご用意いたしました。あ、こんな感じね。なんかこれ今回のおかずが少ない、超健康的味噌汁にさ痩せるしかないんだ。痩せるしかない。うん、そうね。なんだろうって。うわー、うどん。お、ちょっと量多い、今回。皆様に繰り返しお知らせいたします。はい、ごいごご。あと、餅だ餅。うん。超可愛いな。どうしよう。あれ？それ一つ？明日終わるからかな。おお、見て、僕初めて来た。お。ベビー麦茶。うん。弁当。おお、じゃあ水で乾杯。水で乾杯。はい、じゃあ。じゃあ今日のご飯はですね。うん、スペシャルね。スペシャルな。こういうの。こんな感じです。新疆羊肉と新疆羊肉。
めっちゃ笑ってる。ボリューム超可愛いんだけど、下なんか下がいいな、終わるまでに少々お時間をいただきますが、終わり次第お知らせいたしますので、皆様はドアを開けずにお部屋の中でお待ちいただきますよう。水の量がすごい。あれ、売り方でそこね、高めに。飲むちゃう。これ、そもそもチェメキャドラったかじ。ああ、ちんちゃいもかげ。かっくりがいもかっくりがいも。ああ、これ。もしてもちゃう、ディズニーランドじゃないよ。ユニバ。ユニバ。あ、神田町じゃユニバだった。ユニバだった。買うんかい？2000円。え、そう。じゃあ、かぶるか？カチャカチャ。顔がちょっかい。超可愛いんですよ、後ろ姿。そうだ、なんか韓国と違うって知ってるの？じゃあ今から寿司？そうだよ。ジョータ。ジョータ。チャオジョータ。ミノちゃん。どうも、徳川です。旦那と一緒になっていつの間にか2年6ヶ月、
その2年6ヶ月の間に旦那の体重は多くの変化がありました。まるで重ねていく私たちの思い出の数のように、旦那が変わり始めたのは付き合って1ヶ月になる頃でした。風邪を治すために食べ過ぎて1週間で5キロ、その後もたまに運動しながら努力はしたものの、1年の間に着々と太っていき80キロ、その後もいきなり禁煙して5キロ太り、育児休暇の3ヶ月で7キロ増えて90キロ突破、復帰後のストレスでさらに5キロプラスで97キロになり、高脂血症、高血圧など多様な持病を得ました。育児休暇と同時に日本行きを選んだ僕が受け、旦那がこれ以上このままではいられないと考えているうちに、幸いにドクターアドルさんから協賛のお話をいただき、そうして旦那はカテキン、アセロラの製品を選びました。緑茶の成分ビタミン C、D、そしてチェリー種類の果物のアセロラで作られたこの製品、ダイエット用途ではなくても健康管理用にいいこの製品を約1ヶ月飲んで、旦那は4キロ痩せました。筋トレとの並行で筋肉の重さが追加されたことを考えると、おそらく実際の脂肪自体はさらに減っているかもしれません。私も旦那と一生懸命走ります。旦那の返信を楽しみにしてください。